ジか。ありがとな。カサネ、真顔でどうしたの？お？まあ俺って普段からこんなだけどよ、本気で失いたくないものってのもいくつかあるんだよ。お前もそのうちの一つだ。仲間だからな。やばい時はカゲロウ様を頼りにしろよ。なんか重いこと言っちまったな。ま、そういうこった。こういうのは柄じゃねえけどよ、俺とつながりを持ってくれてありがとうな、カサネ。本当に柄じゃないわね。でも私もつながりを持ててよかったと思ってるわ。だから植えた花に合った水の分量を考えて、それを毎日ちゃんと。かげろう、聞いてる？おう、バッチリよ。俺が愛するつぐみちゃんの言葉を聞き漏らしたことなんかねえだろ。わかった。でもちゃんと実践してくれないと。絶好だから。わかってるよ、カゲロウ様に任しとけって。つぐみとよく話しているわね。彼女はデートに誘わないの？おや、焼いてるのかな。ふっふっふっ。俺様モテ期到来、2000年ぶりぐらいに。だんだん分かってきたわ。もしかしてカゲロウ、つぐみや私に娘さんの。ああそうだ、カサネ、ちょっと野暮用に付き合ってくれよ。今話題をそらしたわよね。いい女はそういうこと突っ込まないの。昔使ってた隠れ家を片付けに来てんだわ。隠れ家ってもしかしてトゲツの？ああ、ここらで工作任務をやってた時に潜伏場所として使ってた場所だ。トゲツの内部情報やら極秘データやらがまだ残ってるはずだから、どうせなら取ってこようと思ってな。内部情報、それがあれば政府が今後トゲツの後始末をするときに役立ちそうね。政府のためってわけじゃねえけど、トゲツに関しては俺もやれることをやっときたいんでね。わかったわ、私も手伝う。場所はどこなの？菊千葉だ。それじゃ行こうぜ。隠れ家の位置情報を送るからそこに向かうぞ。こういう時に限って怪異が出るのな。そういえば前にここへ来た時、あなたこの町を幽霊みたいって言ってたわ。あんまそんなこと言ったっけな。ちょっと自分と重ねちまってさ、取り残されたさ。決めるわ、終わりだ。寂しさってそうか。まあ単なる干渉ってやつだ。ほら先へ急ぐぞ。今の液体、油、
かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。花火火よ。お前に任せるぞ。無駄よ。終わりだ。近くに物資反応があるっぽいな。一瞬連射。うまく燃やせたわね。あいつも。無駄よ。決めるわ。終わりだ。討伐を依頼されてたターゲットか。やったわ。敵が珍しいものを落としていったわよ。はやったわ。あそこに何かあるわ。お願い。敵は電気で攻撃してきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。決めるわ。俺たち心と心です。私がやる。罪に通じ合っちゃってるよな。ええ、案外悪くない組み合わせかもね。もう無駄よ。終わりだ。なあ、カサネ、この間の話だけどよ。この間？ほら、
水葉川でお前がなんか意味のあることをやれって俺に言っただろう。あれから俺なりにいろいろ考えてみたんだが、さっぱりイメージ湧かねえんだよな。渡月の計画を止めた時点で俺の役目はもう果たしちまった気がしてさ。俺みたいな過去の亡霊はそろそろお役御免で成仏する時期なのかもなって。お役御免になったのはあくまで昔のあなたでしょ。今ここにいる影楼はまだ必要とされてるわ。なあカサネ、気づいてるかわからねえけど、影楼なんて人間本当はいないんだぜ。どういう意味？俺は月とか渡月じゃ死んダニエルって名前で呼ばれてた。影楼団なんてただの偽名だ。言葉の通り存在しない影楼なんだよ。あなた自身にとってはそうなのかもしれない。でも私たちにとっては違うわ。たとえ本当の名前が何であっても、海抜群で私たちが接してきた影楼団は亡霊じゃない。それにさっきつぐみと楽しそうに話してたあなたはとても亡霊には見えなかったわよ。つぐみも私たちも昔の誰かさんじゃなくて影楼を必要としてるのよ。まったく、かさねちゃんってば若いのにいいこと言うよな。お兄さん感動しちゃったぜ。そうだな、誰かに必要とされてるってことは影楼団もそんなに空っぽじゃねえのかもな。そろそろ昔の自分に始末つけて今のこの時間をちょっと大事にしてみるか。ま、そのためにもまずは古巣の片付けをしなきゃな。隠れ家まであと少しだ。行こうぜ。ようやく着いたな。粗末な部屋だが、まあくつろいでと言いたいとこだが、ちょっと様子がおかしいな。ずいぶん散らかってるわね。荒らされたってこと？そうらしいな。ちょっと中を見てくるから待っててくれ。ダメだ、データも何もかも持ち去られたりぶっ壊されてやがる。十中八九渡月の連中だろうな。俺が裏切ったと気づいた時にお片付けしていったんだろう。ま、そんなこったろうとは思ってたけどよ。予想してたならどうしてわざわざここまで来たの？ん？まあな、実は確認がてらここに置きっぱなしにしてた私物を取りに来たんだが。
何か見つけたの？それは写真？破れてしまってるけど。まあな、昔の写真さ。昔ってもしかして家族の写真だったとか？他の切れ端も見つければ合成して復元できるかも。いや、いいんだ。別に写真はこれ一枚ってわけでもねえからよ。でも大事にしていたんでしょ？形がなくなっても残るものはあるさ。お前もこないだ言ってただろ、大事なものを失ったからこそ生きなきゃならないって。俺もいい加減先に進む時ってことなんだろう。いつまでもくよくよ引きずってちゃあいつらにもさっさと子離れしろって怒られそうだしな。そう、わかったわ。カゲロウがそれでいいなら。ああ、それでいいんだ。カサネ、今日は付き合ってもらってありがとな。お前のおかげでいろいろと気づかせてもらったよ。先に進むと言ってたけど、これからどうしていくつもりなの？まずは過去にケリをつける。トゲツに関わってきた人間として、ベイブだけじゃなくカレンのことも、自分たちが引き起こした全ての結末を見届けなきゃな。それでやっと俺も過去に区切りをつけられる。それが終わったら、その後は新しい人生のことを考えてみるさ。どう生きるか、何ができるか、いろいろとな。いいんじゃない、それで。この間より学校悪くはないと思うわ。おやおや、カサネ君、大人の魅力に気づいてしまったようだね。カサネが望むならまたデートくらいはその調子だと新しい人生とやらには当分手が届きそうにないわね。どういう意味だ？あなたが言うデートって、要するに成長した娘とデートする父親の疑似体験なんでしょ？参ったね。どうも前から言ってるだろう、そういうのは口に出すだけ野暮だって。年がいもなく若い子をデートに誘う痛いおっさんってことでいいじゃねえか。わかったわ、カゲロウおじさん。あ、やっぱお兄さんね。俺の繊細なガラスのハートが壊れそうだから。結局いつも通りのカゲロウね。ま、それでいいのかもしれないわ。なんだか無性に花火と話したい気分。お茶しない？いいわよ、ちょうど一息入れようと思っていたし。やった、
んじゃムスビーズに行こうよ。え、カサネって野球やったことないの？ええ、そんなに驚くほどのことかしら。でも確かに想像できないかも。カサネがフルスイングしてるところは。そうだ、今度一緒にバッティングセンターに行こうよ。ひたすらにボールをバットで打ち返すだけの場所よね。花火はよく行くの？行くよ。思いっきりボールを打ち返すとすっごくスッキリするんだから。嫌なことがあった時とか、モヤモヤした時とか、とにかくモヤモヤした時とか。何かあったみたいね。よかったら話を聞くけど。本当？実はね。ユイト君のことでしょ。本当にあの子ってば、罪な男。そうなの、ユイトのことなんだけど。え、カゲロウ？花火ちゃん、大丈夫？ボールに思いの丈をぶつける前にお兄さんに話してくれてもいいのよ。もっとマシな登場の仕方はないの、カゲロウ？いやー、ちょっと悩んでいてね。神様、仏様、重ね様って救いを求めた瞬間、二人の姿が目に入ってさ。普通に声かけてよ。ああ、びっくりした。それで何を悩んでたの？聞いてくださいますか、花火先生、重ね先生。私はまだ聞くとは言っていないわよ。まあそう言わずにね。実はさ、つぐみちゃんにサプライズでプレゼントをあげたいんだ。つぐみにプレゼント？誕生日近かったっけ？いやいや、そういうわけじゃないんだけど、単に日々のお礼も兼ねてさ。あと最近疲れてるように見えたし、元気づけてやりたくて。つぐみのことになると本当に気が利くのね。何をおっしゃる。俺はいつだってみんなに気を利かせまくりの気配り上手さんよ。本題に入りましょう。つまりはつぐみに何をプレゼントすればいいのか悩んでいるということね。ご明察。最近の若い子のことが分かんないんだわ、これが。そこで花も恥じらうお年頃の二人にご指導ご鞭撻をいただければと思いまして。そうね、つぐみはあまり物を欲しがる子じゃないから、植物なら喜ぶと思うけど。植物、植物。お、思い出した。そういえばつぐみ、最近苔の研究を始めたみたいだよ。いい苔を見つけたら教えてって言ってた。苔？苔ってあの苔？さすが俺のつぐみちゃん、マニアックだぜ。つぐみはあなたのものではないわよ。あった、これなんかどうかしら。七色苔、虹のような色合いの苔。配置化軌道で目撃情報があるわ。どれどれ。おお、いいじゃん。これならつぐみちゃんが喜びそうだ。早速行ってみるわ。二人ともサンキューな。待って、カゲロウ、せっかくだし私たちも手伝うよね、カサネ。そうね、配置化軌道には苔だけではなくて怪異もたくさんいるわ。一人で行くのは危険よ。俺なら一人でも大丈夫だって。でも断る理由もねえか。んじゃ一丁、みんなで苔狩りに行きますか。おう。そういえばさ、
ありがとな。二人ともつぐみちゃんと仲良くしてくれて。俺本当に心配してたんだよ。あの子無口だろ。誤解されやすくて。いける。つぐみ、お礼を言われるようなことではないわ。でもつぐみが馴染めていた。無駄よ、終わりに。いるならよかった。私も普通にしてただけだし、お礼なんて。避けないと行くわ。続けていく。敵が珍しいものを落としていったわよ。なかなかいいものが手に入ったわよ。あそこに何かあるわ。今はこっちの方向に行く必要はなさそうね。それにしてもカゲロウって本当につぐみのこと大切に思ってるんだね。そうだな。あの子のことはどうしても気になっちまう。それってやっぱり家族のことが関係あったりする？おっと、花火ちゃん、確信にグイグイ来るね。確かにあの子のことを思い出すこともある。でもつぐみちゃんを娘の代わりだと思ってるわけじゃないんだ。そっか、今日その話ができてよかった。少しだけ気になってたから。
つぐみちゃんのことが本当に大切なんだって、ちょっと気持ち悪いかな。そんなことないよ。つぐみのことを話してる時のかげろうって人間らしくてすごくいいなって思う。これまで人間だと思えていなかったみたいな言い方ね。わからなくもないけれど。ちょ、二人ともひどくない？あ、かさねちゃんちょっと笑ったろ今。し、あそこを見て。おいおい虫かよ、シカトかよ。の、あれって七色ゴケじゃない？すごい、結構簡単に見つかったね。見つかったのは七色ゴケだけではないみたいね。用意はできてる？もちろん。ちゃちゃっと敵をやっつけて七色ゴケを採取しようぜ。力を貸してしてる。俺たち二人なら。これって討伐を依頼されてたターゲットっぽくない？信じてるわ、カサネ。一瞬で片付けてくれよ。まずは外郭を破壊するべきね、カサネ。私がやる。終わり。何か重さのあるものを念力でぶつけたら。なかなかいいものが手に入ったわよ。無駄よ、済みに。私がやる。終わり。いける。カサネに託すよ。サポートお願い。うまく燃やせたわね。無駄よ、終わり。後ろ側に弱点があるみたいね。カサネ、雑草使って回り込めない？カゲロウの妨害者が役に立ってくれそう。決めるわ、済み。もう大したね。いける。終わり。はあ、捕らえた。本当にね。なんだいなんだい、お二人さん、あんな敵楽勝だろう。七色ゴケが潰れちゃわないかってヒヤヒヤしたんだよ。カゲロウも意識して戦っていたことくらい分かっているわよ。お見通しってわけか。じゃ早速ちょっと拝借して帰りますか。それにしてもコケか。長いこと生きてると大切な子にコケをプレゼントする日も来るものなんだな。このコケ近くで見るとすごく綺麗、キラキラしてる。つぐみ絶対喜ぶよ。そうだな、つぐみちゃんが喜んでくれることが一番だ。手伝ってくれてありがとう、二人とも。今日のカゲロウはやけに素直ね。いやさ、つぐみちゃんもお前らもさ、いい仲間に恵まれたもんだよなって思って。花火ちゃんはさっき普通って言ってたけど、それってすごく貴重なことなんだわ。特に世界がどうにかなっちまいそうな今じゃ、一番見失いがちなもんだと俺は思う。だから
腹の探り合いとか損得とか、そんなの関係なしに一緒にいられるのっていいことだ。渡月にいた頃の俺にはそういう相手はいなかった。二人とも大事にしてくれよな、今の仲間を。かけるわ。覚えておくわ。いや、忘れろ忘れろ、やっぱり柄じゃねえな、こんな神器臭い説教。いいえ、何と言われようと忘れない。私が私らしく普通にしていられる仲間を失わないように。もちろんあなたもその中の一人よ、カゲロウ。いやいやいや、俺はそんなに大事にしてくれなくても平気。なんて言ったって大人だから、超大人だからね。ダメだよ、大事にされなくていいなんて冗談でも言っちゃダメ。カゲロウに何かあったら私たちも、つぐみだって悲しむんだからね。くぅ、いい子だな花火ちゃんは。ゆいともこういう子に好かれて幸せもんだよな。なんでゆいとの話？私は何も話してないわよ。いや、バレバレでしょ。まさか花火ちゃん、秘密にでもしてたつもりなわけ？私、そんななの？さ、そろそろ帰ろうか。早くつぐみちゃんにこれ渡したいし。そうね、つぐみの反応が楽しみね。かさね。あ、びっくりした。珍しいね、カサネの方から声をかけてくれるなんて。どうしたの？別にどうもしないわ、花火と話をしたくなっただけ。なんだか両思いって感じだね。あ、変な意味じゃないよ。私ね、ちょっと後悔してるんだ。重ねともっと早く仲良くなれてたらなって。チャンスはあったからさ。私も訓練生時代からもっと花火と話せばよかったわ。でもいいんじゃない、今は仲良くなれたんだもの。いいのか。サンキュー。話したいかも。Thank you.
ああ、カサネ、ちょうどいいや。よかったらこれ。聞く千葉に。ちょっと話したいことがあるんだ。この間三沢川に行った時みたいに場所を変えて話せないかと思って。分かったわ。でもお弁当は作らなくていいから、また時間がかかるでしょうし、さあ早く行きましょう。ああ、うん、分かった。じゃあ菊池場に向かおう。なんだかお弁当を作りたかったみたいな顔ね。同じ超能力だけど相乗効果ってあるよな。あのビルの屋上に行こう。どうせなら地上が見渡せるような場所で話したいんだ。分かったわ。それにしてもこの街は相変わらず怪異だらけで。決めるわ。今の俺たちが一緒に戦えばこれ無駄よ。ズミン無駄い敵じゃないよ。さあ行こう。なあカサネ、前に二人でここに来た時のこと覚えてるか。あれから随分いろいろあったよな。前っていつのこと。ほら、二人で瀬戸隊長の万年筆を探しに来ただろ。カサネが心情調査だとか言ってさ。ああ、あの時。そういえばそんなこともあったわね。お姉ちゃんのためにユイトに会って、瀬戸さんのために万年筆を。もう二人ともいないなんて。あの頃は自分がこうして世界を揺るがすような事件に巻き込まれるなんて夢にも思わなかったよ。自分だけじゃないわ。周りの人たちにも何が起きるかなんて想像もしてなかった。そうだな。もしもーし、ちょっとお邪魔するわよ。その辺りに大きな怪異の群れを2つ確認したわ。かなりの数よ。この辺りじゃちょっと見ない規模かも。2人なら問題ないとは思うけど、一応気をつけてね。了解したわ。どうする、ユイト。二手に分かれよう。その方が早く済む。分かったわ。じゃあ私はこちら側を。ある程度撃破したら連絡するわね。ああ、お互い気をつけていこう。思ったより数が多いわね。ユイト、そっちの戦況はどう。ね、どうしたの。ユイト、よく聞こえないわ。ユイト、ハルカ、何が起きているかわかる。どちらも応答なし。通信障害だわ。サスまで使えなくなるなんて初めてね。なんとか切り抜けないと。囲まれたわね。でも私一人で片付けてみせる。こんな急に通信障害が起きるなんて。二手に分かれたのは迂闊だったかしら。でもこの調子なら問題なく終わらせられそうで。ユイトの方は大丈夫かしら。いいえ、無用な心配で。ユイトなら大丈夫。今ならそう信じられるから。不思議な気持ちね。決めるわ。終わりだ。信じるなんて、そんな風に思えるのはお姉ちゃんだけだったのに。離れていても、声が聞けなくても、はっきり感じる。ユイトもどこかで戦って私を信じてくれている。だから大丈夫。後ろは振り返らない。
私は私の戦いをする。敵が珍しいものを落としていったわよ。よし、すんなり片付いたわね。次にやるべきことは、
物資が手に入ったわね。使えないわね。まだ足りない。最後の一撃はユイトの呼吸を見て
イミングを合わせる。今のは結構ギリギリだったな。そう、私は特に不安は感じなかったわ。ユイトならあのタイミングで仕掛けると思ったから。俺は正直ドキドキしたよ。サスなしでもちゃんと連携できるもんだな。相手がユイトじゃなければ失敗していたと思うわ。うまく合わせてくれてありがとう。嬉しいな、カサネに褒めてもらえると。カサネはいつも辛口評価だから。私そんなにいつも厳しかったかしら。まあいいわ、早く上に出ましょう。ここからだとニューヒムカがよく見えるな。それで私に話したいことっていうのは？一度カサネに聞いてみたかったんだ。この戦いが終わったらどうするのかって。戦いが終わったら？難しい質問ね。ユイトは何か考えているの？え？なんとなくは考えてるけど、ちょっと大げさで笑われるかもしれないな。私はどんな答えでも笑わないわ。ありがとう。俺さ、この世界を変えたいんだ。世界を？ああ、この国の嫌な部分たくさん見てきただろ。今の世界は無数の悲しみと犠牲の上に成り立ってる。そうね、スオでもセイランでもトゲツでも、それぞれの場所で苦しんでる人たちがいた。もっと強い超能力をとか、超能力で世界を巻き戻すとか、そんなことのために何人もの人生が狂わされてきた。こんなのもう終わりにしなきゃいけない。全てが超能力のためにあるような世界じゃいけないんだ。だから俺、今みたいに何もかも能力に頼らなくてもみんなが暮らしていける世界に変えられたらって思う。きっとかなり時間はかかるだろうけどさ、もともとベルペッパーの俺にはぴったりの目標な気がするよ。ベルペッパー、そうだったわね。脳の調子はどう？超能力を失うかもしれないという話だったけど。今のところ大きな変化はないかな。でもいずれはベルペッパーに戻るんだろうって覚悟はしてるよ。意外と落ち着いているのね。先のこととはいえ少しは落ち込んだりしているのかと思っていたわ。そう言われるとそうかな。まあ不便にはなるけど、不思議と怖くはないんだよな。さっき通信障害が起きた時も同じことを思ったんだ。サスなしでも重ねと背中合わせで戦ってた感じで。似たようなことを考えてたのね。超能力をなくすのはあんな感じなんじゃないかな。俺が重ねやみんなとつないでるのはサスだけじゃない。顔が見えなくても声が聞けなくても本当に大事なつながりはなくならない。だから俺やっていけるよ。頼もしいわね。最初の頃は正直一緒に戦うには頼りない相手だと思っていたけれど。そう思われてるんだろうなって気はしてたよ。でも今のユイとは違うわ。きっと本当に世界を変えられると思う。カサネ、ありがとう。いいえ、私も安心したわ。
この世界のことはあなたに任せてよさそうね。え、この世界って、重ねはこれからどうするつもりなんだ？まだはっきり目的が決まってるわけじゃないわ。でも漠然とこの世界の外のことを考えてる。外？この世界、ニューヒムカの外って、まさかあの月？人類が月から来たって話を聞いてからずっと気になってはいたの。この世界の外に私の知らなかった世界があって、そこには私の知らない人たちが生きている。そして地上と同じようにみんな苦しんでいる。怪異に襲われる人たち、怪異化した人たち、そう考えたら放っておけない気がしたの。私が何か力になれるんじゃないかって。月の世界か。話としては理解したつもりだったけど、スケールでかすぎて全然実感できてなかったよ。まして、そこに生きてる人たちを助けるなんて考えもしなかった。やっぱり重ねはすごいな。すごくなんかないわ。私はただ守れたはずの人を見過ごして後悔したくないだけ。そう、お姉ちゃんにずっと守ってもらってたから、今度は私が誰かを守る側になる。重ねはさ、そうやって誰かを守るためにたとえ一人でも前に出て立ち向かっていくんだよな。まるで怖いものなしみたいに。子供の頃の俺はその姿に憧れたんだ。俺もそんな風になりたいって。もう十分なっていると思うわ。それに私が一人でも怖いものなしだなんて買いかぶりすぎよ。さっきあなたも言っていたでしょ、本当に大事なつながりは会えなくなっても消えたりしないって。それってナオミのこと？お姉ちゃんだけじゃないわ。ママとの記憶も、あなたやみんなと過ごしてきた思い出も全部私の胸に残ってる。ずっと私のそばにいる。怖がらずにいられるのはそのことに気づいてからよ。一人でも一人じゃないってことか。いいな、それだから今ならどこへでも行ける気がするの。あの空の向こうだって夢みたいな話だけど。行けるよ、きっと。いや、絶対。ありがとう。ってことは俺も重ねもこれからは別々の道を行くことになりそうだな。私たちだけじゃないわ。みんなそれぞれの道を見つけて少しずつ離れ離れになっていくんだと思う。うん、寂しくないって言えば嘘になるけど、離れていても仲間だから。ああ、さてと、そろそろアジトに戻ろうか。そうね、戦いの前にも後にもやることが山積みだもの。まずは目の前のことから片付けないと。でもちょっと楽しみだな。重ねの話聞いたらなんかワクワクしてきたよ、これからのこと。簡単なことではないわよ、お互いに。だから頑張りましょう、それぞれの場所で。ああ、絶対今よりいい未来にしてみせる。どれだけ時間がかかっても。時間をかけるのもいいけど、のんびりしていると私が先に月を平和にして戻ってくるわよ。え、これ競争なのか？重ねは負けず嫌いだな。
前に重ねを頼りにしてるって言ったけど、それだけじゃダメだなって最近思うんだよ。どういうこと？みんなにもたれかかられてばかりだと疲れちゃうだろ。俺も重ねを支えたいって思う。重ねにとってのナオミにはなれなくても、俺にとってのバッキーちゃんにならなれると思うんだ。バカね。でもありがとう。これからも。俺、重ねとこうして一緒にいられて本当によかった。俺と出会ってくれてありがとう、重ね。私も同じよ、ユイト。あなたのことをこんな風に思うようになるなんてね。